はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版、本日は収録バージョンでお送りします。本日のテーマ、小学校受験と服の話です。それでは、西荻フレンドリースクール室長の近野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日は、ね、あれですね、子供の方のお洋服ですね。試験の当日とかの服もそうですし、親の服もでもそうかな。親の服も。うん、じゃあ、全般の話ですね。そうですね。はい、お願いします。なんかよくね、はい、都市伝説じゃないけど、間違ったことって結構多いんですよね。いろんなこと言われてますよね。びっくりするのは、うん、学校によって、ね、特に女子なんか学校によってね、全部洋服を変えるとか、この学校はこういう洋服が好きだとか、ブランドとか、この学校はこういう洋服が形ね、あとかチェックのスカートがいいだことの、はいはい、だから何着も買う人が世の中いるのかしらと思ったり、それお金かかってしょうがないじゃないですか、ね、そうなんですよ。であとやっぱりこうね、そういう洋服だとポケットがあって、まあハンカチとティッシュ、それはまあ入れてくっていうのは、それはね、受験の時は絶対していかなきゃいけないけど、結構ポケットのある洋服をね、今から着せといて、ハンカチを出したりティッシュを出したりすることになりましょうって言うんですけど、子供ってね、黙ってれば絶対ポケットに手突っ込むんですよ。やるね、やるんですよ。特に男子はやるかも、ね、そうで、そう、あのズボンなんかついてるから、そうね。それでもう、まあうちの子も言われましたけど、その時にもうポケットないの着てきてくださいって、ポケットがもしあるしかものしかなければ、とりあえずポケットを縫い付けといてくださいって言われたから、ああなるほどと思ったんだけど、結構うちでも、うん、やっぱりポケットのあるところだとついついね、うん、ポケットに手入れるんですよ。で、入れるなって言うんだけど、まあ、なきゃ入れないですからね。あまりに入れる子にはポケットのない洋服お願いだから着てきてくださいって頼むんですよ。で、しばらくその入れないってことになれないと、ついつい試験中で入れちゃうんです。あれ入れるんですよ、絶対に。なるほどね。だからそんなのハンカチとティッシュをね、出してきて、服っていうのは当たり前に、今何もね、こんなものね、普段の時から練習しなくたって、子供なんかやっぱりきちんと試験を受けるんだと思えば、ここのハンカチからね、絶対ハンカチで拭いてよって言うと、子供はやっぱり合格したいから、そういうバカなことしないんですよ。だから直前の数週間前とかでも、に仕込めば間に合うよっていうことですね。うちの場合はね、うん、それよりも、変にポケットがついてて、無意識に手入れられちゃうのがすごく困るんだよね。そうですよね。なんか待ってる間とかね、ポケット手入れて、ね、それはやります。足ブラブラとかして。絶対にやります、このポケットついてると。うん、だから、そんなにすぐにね、ポケットのある洋服とかをね、購入して着せる必要はないなっていつも思ってます。わざわざ買わなくてもいいよと。うん、そうですね。で、そのね、説明会の時のお母さんの姿まで黒のスーツじゃなきゃいけない、このでも私言いました、うちの生徒には。でもずっとそれでやっていて、みんな合格してるから間違ってはいないと思うんですけど、はい、説明会にはそのね、絶対ともかく受験服着ていくなっていうのが私の方針なので、はいはいはい、だから上が白のブラウスで、カーディガンでもいいし、まあ、ジャケットでもいいし、そんな感じで行っていいのよって。で、まあ、結構別にうちのお母さんたちはね、こういう格好してきてくださいって言ってるわけじゃないんだけど、あ、いいじゃないですか、このお母さんみたいな格好があって、私ちょっとお笑い話になったんですけど、そのお母さん座ってるから下見てなかったんですよ、はい、スカートはね、いいじゃないですか、こういう洋服でとか言ったら、先生、下は金色のスカートでもいいんですかって、とこまで見たら、あ、そうだ上は OK だ、ね、上は OK ですが、そうで笑ったことがあったんだけど、本当にね、そういうこうシンプルで、上がその、でね、むしろそんなね、受験服なんかで来られるよりも、もうそういう説明会ですからね、うんうん、それをわきまえて、私はそれで十分だと思うんですよ。ただ、まあね、面接とかだと、やっぱりそれはお互い改まって、お見合いみたいなもんだから、お見合いだって綺麗な格好していくじゃないですか。うん、だから、それと同じだから、それは、それなりに、フォーマルに、ね。うん、フォーマルに、別に黒だろうが、紺だろうが、うん、で、ある小学校の先生に聞いたことがあるんですけど、私学のね、はい、先生、そんなこと関係ありますかって聞いたら、うん、言ってました、別にそんなものね、白着てこよう、まあ、白はちょっと黒着てこようが、紺着てこようが、別にね、その奇抜な色を着てきてね、うん、っていうんじゃなければ、それはそれでそんなことでどうこうっていうあれはないって言ってましたね。うん、それで、
子供も、まあ説明会に行ったりとか体験授業に行ったりとかって、まあ男の子はね一応紺色のベストとあれで、ただそれも試験に着るようなものは着ていかないでって、はい、新しく購入したんだったらそれは取っとくっていうふうに言って、もう普段のねそういうもので行ってもいいですよって私なんか言うんですよ、はい、学校側だって今からもうね試験服なんか着てこられてもと思うところがあると思う。で私絶対にねブログで書いたかもしれないんですけど、はい、最近思うんですけど、学校があって何の洋服着てきたから受かるとかじゃなくて、その子がこう来た時に見た時に自分とこの制服がマッチするかしないかっていうのは絶対私は思い浮かべてると思うんですよ、はい、で何年か前にやったそのうちみんな私学なので制服着て帰ってくるから年長に夏ぐらいになると着せてみるんですよ。貸して、ね、うん、貸してって言って、でいろんな学校の超有名な学校とかいろんなところをこう着せてみるんですよ、でも面白いですね。そのある学校のがぴったりだったんですよ、この人が行きたいっていう学校よりも、うん、とある学校がぴったりだったんです。帽子にしてもない、はい、似合うねってみんなで言ってましたからね。似合うねって言ったらやっぱり入ったし、もう一つの男子校のも借りて着てみて帽子までかぶって、またそれがぴったりなんですよ、よく似合ってるねって言ったらやっぱ入るんですよね。面白いですね、面白いなと思って。だから例えばちょっとネズミ色っぽいような、あの制服でもこんなのってどうなのかなと思うんだけど、着せてみると意外と合うっていうの、うん、だから私はなんとなく先生たちってこう話しながらもこう、それはね毎日毎日見慣れてる制服なわけだから、これをこう当てはめてみるんじゃないかなっていう気がしますね、うんうん、だからやっぱりいろんなねその学校に合わせた格好してくるとかしてこないとかじゃなくて、本当に試験の時の格好って私はあまりスカートにこう模様があったりとかじゃなくて、本当にシンプルにね紺の子供も紺のジャンパースカートに紺のジャケット、ね、よくありますよね、はい、もういわゆるお受験っぽいような、うん、定番の私あれでいいと思うんですよ。あの方が先生もいろいろ想像しやすいじゃないですか。あ、そうですね、クレンナーの方がね、例えばやっぱりセーラー服の学校だとこれ着てと、うんうん、だから最近入学式が終わって、あ、はい、結構みんな制服して店に来てくれるんですけど、ね、いやぴったりですよね、みんなね、あってんねとか言いながら、着られてないよね、しっくり着てますよね。そう、何とか言って借りてきたお衣装のようには全然見えないっていうか、帽子までかぶったらぴったりじゃんとかって思ったりするんですけど、本当にそうだと思います。だからこの学校にはこの学校用なんてね、親が考えるもんじゃなくて、子供はシンプルにその本当によくある紺のそういう何もね変哲もないものを着ることによって、そのしっかりした顔つきだったりしっかりしたものがこう相手にアピールできるっていう。そうですね、変にごちゃごちゃし、うん、シール刺繍があったり、変にごちゃごちゃなんか薄手のチェックだったりとかっていう方がいいかっていうと、うん、もんでもないからね。子供はすでにもう十分魅力を放ってるんだから、それをそうボケないようにした方がいいんですね。だから面接にしてもそうなんだけど、すごくこういろんなところの面接やってみて、はい、3人が来るんですけど、まあ、3人が来る、3人っていうか両親と子供、あで、はいはい、こう3人の、だから絶対にあれトントンってやってね、どうぞって言われても3人がパッと並んだ時点でもうバランスだと思うんですよ、うんうんうん、で私がやっぱり面接とかで言いたいのは、まあずっと私が見ててそう思ったんですけど、3人でやった時にすごく両親はいい答えするんですよ。もう練習してきたかのようにすごく、そう、とあるご家庭というか結構よくある話で、ね、ある話で、はい、それなのにさあじゃあ子供に質問しました、子供何もしゃべれない、うんうんうん、これって誰の受験なのって、私たちはね入れてくださいビームを黙ってる間に出せって言ってるんですけど子供に、ね、子供に、うん、でも小学校受験の面接っていうのはもう洋服さることながら、洋服云々とか問題じゃなくて、
子供のために親が付き添ってるっていう、そういうこの構図が学校側に見えないとあまりいいメッセージではないっていう、主役は子供であるとあくまで。そうだけどもう親だけはすごいいいこと言ってもだからなるほどとか思うけど、じゃあ子供に質問したら何も答えられないとかね、これ親ばっかりじゃないって思うこともよくあるんですけども、まず子供が喋れないと親が何も頑張ったって学校に入るのは子供ですからね、そこをなんか履き違えちゃいけないし、洋服についてだっていいんですよ、お父さんがお母さんが紺着ようが黒着ようがね、その学校に合わせてカラーを合わすんじゃなくて、一つこと決めたらもうそれに願い、合格の願いを込めてどっかにかけておいて、子供のもかけておいて、むしろそれを見ながら、これを着るときが受験だよっていう、テストだよって、ね、私たちはそれで二十何年やってきて大成功なんですけど、もうあそれ着たらね子供が閉まるの、はあ、いよいよ本当に大人の目線なんですよ、そんな洋服に慣れときましょうなんてただね、幼稚園受験の時に保育園に通ってた子で女の子だったんですけど、常にズボン履いてて行くじゃないですか、はい、保育園って。それ試験の時はスカートになったら、何かみんなで遊んでる時に滑り台かなんかでスカートが引っかかっちゃったんですよ、なるほど、ね、それはあったから、慣れてないがゆえの事故が起きたと。幼稚園の場合はまあね、まあたまにスカート履いて何も受験服着なくても、そうですね、その裾さばきとかに慣れておいた方がいいかということですね。それ一回だいぶ昔ですけど思ったことあったんですけど、でも基本ね、普段に親もそうじゃないですか、やっぱりこれ着たら頑張んなきゃ、子供だってだからすごいですよ、うちの生徒たちなんか普段はなんかビーズみたいなんで、私大好きなんですよ、こうやったらこうなぜて上やったら色が変わる、なんか模様が変わるのありますよね、大好き、こういうのもあるんだとかって、みんなこれでもかって着てくんですようちの場合、はい、これ何色になるのとか言いながらね、私も着てきたな、ね、今日とか言ってね、そんな感じで毎日来るんですけど毎回ね、みんな受験服は着てないですからね絶対、もちろん着てないです、でもそれだからこそね、それだからこそ普段と違う洋服を着たっていうのは、もう慣れてたら試験に慣れられたら困るんですよ、やっぱり、ね、緊張感は欲しいですからね、どうしてそこが分かんないかなと思うんですけど、模擬テストだってバカみたいにたくさん行き過ぎてね、そうすると、はい、試験慣れっていうのするんですよ幼児って、どうせこれもまた模擬だろうって面白いの、そう、模擬だか本番だか分からなくなるっていう、なるほどね、だから模擬だってそういう受験服が着ていかないっていう、まあワンピースがね、前なんかすごいどっかの教室の慶応模試っていうのがあって、もうだいぶ昔なんですけど、はい、まさかね模試にまで紺色の洋服を着てくるっていうね、私認識がなかったんですよ、はい、前までそうじゃなかったから、それでその子ね、ピンクだかなんだかなんか買って着てたんですよ、別に私言わないから、いやいや私服、きれいめな私服って感じだ、うん、きれいめかどうかがないんですけど、はい、なんかそのトーンが色がね、普通の色着てて、はいはい、先生帰ってきて、先生今世の中は違うんです、みんな紺色でした、私は浮きましたとかって子供がねあらそれは悪いことしちゃったわね、今そうなんだって言って、で結果も出てきたらその子1番だか2番だったんですよ、あすごいいい成績でね、別にね模試なんだからどんな格好していってもいいんじゃないかなって思ったことが、ね、紺色着たからって成功するわけじゃないしそれよりもその紺色っていうのは試験で服着る服は着るときは本番だと、そうこれ着るときは本番だよ、本番で親もそれを着たら襟を正すみたいな、なるほど、だからむやみやたらには本当に着てほしくないなって私は思うんですけどね、大事な時に取っておきましょう、 そう、はい、それが私はすごく子供が一番試験だっていうことがわかる、はい、そうですね、うん、ただお父さんとかね、大人の場合はずっと着てないとサイズが変わったりすることがあるから、そこは気をつけましょうね、ギリギリでもね、最後、ただ親も本当にその洋服は試験の時だけに着るっていう、で、お互い引き締まって試験に行くっていうことがベストだと思う、そうですね、はい、ぜひ参考にしてみてください、はい、参考にしてください、ありがとうございました、はい、では教室からのお知らせです。
西荻フレンドリースクールでは相談会を行っております。由美先生がマンツーマンで皆さんの小学校受験、子育てに関するお悩みにお答えいたします。遠方の方でも大丈夫ですし、海外の方でも大丈夫です。もちろんオンライン対応はしてますのでね、ぜひご相談いただければと思います。お申し込み方法やこのサービスの概要につきましては、今ご覧いただいている YouTube の動画概要欄にリンクありますので、ぜひご参照ください。体験授業も受付しております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。電話番号ですね、03-3390-0750 番。メールアドレスが info@friendly-school.com です。教室では引き続き小学校受験、幼稚園受験、海外での教育、英語教育など幅広いテーマでお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。それでは本日も最後までありがとうございました。失礼いたします。